チャオ、マヒロです。今回やっていくゲームはハイウェイブロッサムズ、こちらのゲームをやっていこうと思います。ジャンルは、ビジュアルノベルになってまして、なんとユリゲーになりますね。いやー、初めてだな、そういうのプレイするの。では早速やっていこうと思います。ニューゲーム、舞台はアメリカ南西部になるみたいですね。砂漠だな。で、こちらのゲームは、日本語化されていないので、有志の方が作成した日本語化のパッチを使用して、プレイさせていただいております。いや、イラストめっちゃ綺麗じゃない？好きよ、私この感じこの子が主人公かな。曲が終わり、カチッと音を立ててカセットが止まる。何度も聴いているから、曲のオリジナルテープが終わるタイミングまで覚えている。デッキがやがてテープを食べてしまうんじゃないかと心配だけど、何度かけてもそんなことはないから、あまり気にせずに曲をかけ続けている。この曲は私をよくイラつかせていた。彼は毎日何度も何度もその曲をかけていた。何度か再生した後は別の曲をかけてくれたが、すぐにこのテープに戻していた。その彼って人はこの曲が大好きなんだね。私は彼が嫌がらせのためにこの曲を流していると思うことも時々あった。私は後ろのベッドにいて音楽を遮るために頭を枕にうずめたけど、徹夜している時でさえ音を大きくしてきた。それはちょっとイラつくな。そういうところが彼らしくはあった。旅の終わりが近づき、普段の生活に戻らなければならない時でさえ、彼はその類のくだらない感情を引きずっていた。ちょっと翻訳がね、結構難しいのかもしれないな。ちょっとニュアンスで頑張っていこう。私が家に帰った時、たまに区画の住民全体が騒音で苦情を訴えて、警察がドアのところに立ってた。彼は難聴のせいだと言っていたが、近所の年寄りが気に入らないがためにやったのを私は知っている。しわくちゃで、皮と骨だけの人間になることが、彼の一番の恐怖だったとの、だったのだと思う。彼は最後までそれとは正反対であろうと全力を尽くしていた。もちろん、その努力の後始末は私が慎重に行わなければならなかった。受賞歴のある芝生にプラスチックのフラミンゴを置くのは面白いと思った老人がいて、小さな女の子が個別訪問で謝っているのを見た近所の人間がどう思ったのかは想像もしたくないということだ。フラミンゴを置いといたのか。傷ついたとしても軽く微笑むことしかできなかった。私はコーヒーを一口飲む。外では終わりのない砂の海の上で陽炎が立っていた。見渡す限りの砂漠。言うまでもないが、エイリアンをテーマとしたロズウェルでさえ岩や砂に加えていくつかの小屋があった。 UFO は見ていないけどね。私はこんなに乾燥した場所には慣れていない。眉毛を剥ぎ取るのに十分の強さのエアコンをつけてもまだ汗が出てくる。相当暑いってことね。雪に覆われたコロラドで10年間のんびりと過ごしてきたせいだろう。真逆のところに住んでたんだな。変化という点で砂漠は素晴らしい景色の移り変わりだ。この暑さもそんなに嫌いじゃない。新しい光景というのは素晴らしい。特に私が小さい頃、彼の体調はいろいろなところに旅するのを許さなかったから。彼って誰のこと言ってんだろうね。彼氏か？
私はそんなことには慣れっこだと分かっている。いやでも小さい頃って言ってるから彼氏じゃないか、家族の誰かか。まあおそらく全てが報われた次の15年で。あーくそ、アンバー思い出すな。そんなことは後から考えればいい。これはそんな旅じゃないんだから。この子がアンバーなのかな。デッキの取り出しボタンを押す。テープを取り出して観察する。おそらく今日はこれで20回目だろう。え、今カセットテープってあるの？私は見たことはあるけどさ。何年にもわたる茶色のシミや油っこい指紋が至るところに染みついていて、触ると年季を感じる。それが私にとっては魅力的なんだけどね。小物入れにはもっとカセットがあり、私と彼のものが混ざっている。主に彼のものだが、私はそれらを一つずつ流して乗り越えていく必要があった。私の手がトランクに向かって引き寄せられていく。まあ大丈夫だろう。本当にそう？いや。手をトランクの留め具から引き戻し、テープを裏返す。私はまた自分がじっとテープを見つめていることに気づく。ため息をつき、テープをデッキに戻す。再生ボタンに向かってもう一度手を伸ばし、対向車がいないことを確認する。いつものようにそれを。あ、なんだなんだなんだ、あ、今なんかいなかった。何いいって翻訳できてない。あ、一応これね、あの音声があるみたいなんだけど、私ちょっとオフにしてます。多分英語なんでね、わかんないから。ん、私がブレーキを踏むと、その叫び声が私の耳をつんざく。バックミラーを見ると、古い車の横で身をかがめている女の子が耳を覆っているのが見えた。少し無理のある U ターンをして、彼女の車まで近づき、キャンピングカーのエンジンを切る。車から降りると、燃えるようなニューメキシコの日差しに目を覆いたくなる。エアコンがどれだけ希少であるかを今だけは実感できた。あら、かわいこちゃん。女の子が安堵の表情で私に飛びつくのに数歩以上かからなかった。嘘でしょ？ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。誰も止まってくれないんじゃないかって思い始めてたの。彼女は言葉ごとに少しずつ近づいてきて、私たちがお互いに触れ合う距離になるまで、彼女の笑顔が私の視界に広がっていく。近づいてくるよ。彼女の明るい赤褐色の女の子らしいサイドテールが汗の斑点のもとに輝いていた。可愛い服の人の前にいると自分が恥ずかしくなってくる。彼女のフリルのついた緑のトップスとスカートは私の赤い T シャツとカーキのパンツをみすぼらしく感じさせる。いやでも私ラフな格好の子好きよ。けど一番の理由はあれ、彼女の目。鮮やかな青の中に深みがあり豊かで、彼女が近づくにつれて香水の匂いが漂ってくる。めっちゃ近いんだけど。というか近い近い近い。私は距離を取って咳払いをし、平静を装おうとする。どういたしまして。あー、かわいい。いや、イラスト綺麗だな。彼女はこんなところで何をしているんだろう。ドライブ？彼女一人で？私は道路脇の平原を覗き込んで、バカが罠にかかったから影から男が現れることは半分は期待していたのだが、もちろんそのバカとは私のことだ。カモになるかもしれなかったってこと？けれど驚いたことに誰も現れない。その代わりとして女の子は私をじっと見つめ、微笑みながら辛抱強く待っている。私は彼女の後ろをちらっと見て、車に終点を合わせる。それでどうしたの？車が故障した？ええ、そうだと思うんだけど。普通に運転していただけなのに止まったんだ。そう、
彼女は恥ずかしそうにうつむいて周りの埃を蹴っていた。私は車好きってわけじゃないけど、ちょっと見るぐらいならできるわよ。彼女の顔が上がり、彼女の目に光が戻ったように見えた。わあ、直せるの？ええ、保証はできないけど、少なくとも点検するぐらいはできるわ。それだけでもありがたいよ。さて、まず最初は、なんか転がってるけど。なんだあれ。車は私のキャンピングカーよりもさらに古く見え、昔はいい車だったんだろうが、グリルがへこみ、傷もいくつかあり、濃い緑に色あせて、こんな可愛らしい女の子が運転してたなんて信じられなかった。年季の入った車なんだな。布製のシートに乗り込んでエンジンをかけてみる。キャンピングカーに乗るのに十分なだけで、車がどのように駆動しているかはあまり知らないが、エンジンが重要な問題とは考えられない。おそらくバッテリーが上がったか、もしくは。なんだなんだ？ガス欠。そんなことある？1台の車が通り過ぎ、埃や砂を撒き散らしながら、爽やかな突風が私たちを冷ましていった。どこか悪いところでもあった？冗談でしょ？あちゃー、私、車を壊しちゃった？そうじゃなくて、ただのガス欠よ。そんなー。お父さんは私が出発する前にガソリンを満タンにするべきだって言ってたのに。この子は何？なんでこの子はこんな偏僻なところにいるの？すべての考えを頭の中に押し込もうとするように、彼女は頭を押さえて息を切らし泣き言を言う。しまった、携帯の充電もしてないし、どうしたらいいの？携帯を貸してあげたいと携帯を貸してあげたいところだが、携帯を持ったことなんて私の人生で一度もなかった。じゃあ大変だね、車移動してて。キャンピングカーってことはどっか旅してんじゃないの？でも充電を忘れるなんてかなりのおっちょこちょいだと思う。彼女はもう一度泣き言を言って私に向き直る。いや、ガス欠の時点でな。おっちょこちょいだよな。あのね、少し変に聞こえるかもしれないんだけど、まさかどこか近くのガソリンを売っているところに連れて行ってくれませんか？本当にそんなことを言ってくるとは。ここで立ち往生してどのくらいって言ってたっけ？わからない。多分 2,3 時間くらい？通り過ぎてく人に助けてもらおうとしたら、あなたが最初に止まってくれたの。ちょっと待って、全員に？そうだよ。この暑さは彼女の脳を上げたに違いない。上げたって。この子はそれがどれほど危険か分かっているの？分かってると思うけど、あんまりいい考えじゃないわね。彼女は首をかしげて不思議そうにしている。何を言っているか分からないというように。え、なんで？知ってると思うけど、可愛くて若い女の子が砂漠の真ん中で一人ぼっち、それって自分から災難を招いているようなものでしょ。身の危険ってことね。でもあなただって砂漠の真ん中で一人ぼっちの可愛くて若い女の子でしょ。彼女に不意をつかれ、私は目をそらすように少し背を向ける。でもそれは違うわ。彼女の顔に笑顔が戻ってきた。私が最初に彼女に近づいた時に彼女が見せたのと同じ明るい笑顔だった。私はまだ目をそらしているが、彼女は私が見ている方へより笑顔を向けてくる。それで私をあなたの車に乗せてもらえないかな？知らないわ。お願い、そんなに遠くないはずだから。いやいや、助けてあげようよ。このまま置いといたらかわいそうだよ。この子は私が言ったことを聞いてなかったのだろうか。
それでも最高野郎よりは私の方がマシか。アンバーも危ないってこと？まあ簡単に知らない人の車に乗るのはまあ確かに危ないかもな。でもこのまま行っても死んじゃうよ。それにそのくらいの寄り道が私の予定を遅らせるわけでもない。別にいいわよ、それほど急いでるわけでもないし。やった！私が話し終える前に彼女は跳ね上がり、私のキャンピングカーに飛び乗っていった。ねえ待って。しかし彼女はどういうわけか持ち主より先にキャンピングカーに乗り込んで、助手席で楽しそうに揺れていて、すでに手遅れだった。重いため息をついて私は運転席に戻るときにこめかみをこする。鍵は挿したままで、私がそれを回すとキャンピングカーは生き生きと音を響かせ、助手席から驚いた声が出ている。